高輪山は愛媛県松山市にある県の北部にあって、高輪山地を形成する標高を993.2メートルの山である。山頂付近一帯は奥、道後玉川県立自然公園に指定されている。ブナの原生林があり、11月下旬の紅葉の時期には美しい。山頂付近に伊予の豪族河野氏市の菩提寺である高輪寺がある。 かつて山頂付近には河野市の巨城の高輪城があったとされる。また山頂近くの沢が河野川の源流で、現地には石碑と小さな祠が建立されてある。山頂には電波塔と展望台、高輪権限を祀る祠がある。展望塔からは北条鹿島、中島など、葛名諸島や時灘の島々を眺望することができる。また北東側には、 今治市の市街を一望することができる。さらに、松山平野や、道前平野も、かすかに望むことができる。また、眼下西方面には、北条平野の田園風景が広がる。北条側と奥道後側との両方から自動車で、山頂テレビと直下まで行くことが可能で、そこには、数台の駐車スペースがある。さらに、その手前には、広い駐車場もある。 2015年10月、松山市がこの駐車場の一角に環境配慮型のトイレを設置した。2001年、高輪山の遊歩道において採取された鉱物が2012年、国際鉱物学連合により新鉱物として認められた。鉱物の名は3名から高輪市と命名された。ありがとうございます。